上板町立東高小学校は、徳島県板野郡上板町西文東高にある、公立小学校。西文村で、福倉はじめ作が経営する私塾、福倉塾を、1872年、学生改革により、東高小学校と解消した。1874年西文村公立都市、西文村、東高小学校と解消した。1886年、 西文村辰宮に辰宮館以下を設置。同年、学校は西文、C の元両村の管理となり、西文尋常小学校と改称された。同時に上宅小学校を統合したが、これは形式的なもので、翌年上宅小学校は再び分離独立した。1888年辰宮館以下が2年生の辰宮館医小学校として独立。 1893年4年生の尋常小学校に昇格し、辰宮尋常小学校と改称1905年同校を統合合併し、辰宮及び馬道に文教場が設置された。1907年西文統校8番地に校舎が新築され、移転、1908年教室が増築され、辰宮、馬道の文教室は廃止された。 1909年高等科を併設し、板野郡東高尋常高等小学校と改称した。1926年、大仙村立東高尋常高等小学校と、改称1932年再び、板野郡東高尋常高等小学校と、改称1941年、国民学校令により、大仙村東高国民学校と改称した。 太平洋戦争末期の1944年9月から翌年9月までの1年間、大阪市立副国民学校の集団疎開を受け入れた。1947年学生改革により、大仙村、東高小学校と改装、1955年町村合併による、上板町発足により、上板東小学校と改消。翌年、 上田町東高小学校と解消した。ありがとうございます。